して5時50分には、宮出しが開始できる予定でございます。まもなく、鈴木昭夫総裁よりのご挨拶があります。皆様もうしばらくお待ちください。こちらは浅草神社例大祭本部でございます。それではただいまより発進式を行います。はじめに浅草神社奉賛会鈴木昭夫会長よりご挨拶を、続いて三本締めのご発声をお願いいたします。皆さんおはようございます。朝早くからご苦労様でございます。本日は平成26年浅草神社例大祭の最後を締めくくる宮出しでございます。昨日と一昨日の行事に対しましては皆さんのお心よりで無事に終わることができまして誠にありがとうございました。今日はこれから宮出しやるわけでございますけども、はい、もう申しておりますように終始行事です。守っていただいてですね、そして事故のない、そして立派なお祭り、そして楽しいお祭りということが念願でございます。どうかちょっと皆さん方そのつもりでよろしくご協力のほどお願いします。またこの大会につきましては警視庁の指導隊、そして浅草警察署、浦上警察署、日本通消防